はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんはか。はい、というわけで今日はポケモンハートゴールドのタイプ縛り旅の続きをやっていきたいと思います。はい、というわけで前回2週間ぐらい前の話なんだけど、今使えるのが炎、電気、草、飛行、エスパー、虫、岩、悪となっておりまして、今手持ちが確か日の嵐じゃなくてマグマ嵐と、あとメリープか、この2体でやらせていただいております。ちゅうわけで今日は何をやるかというと、前回奇境ジムのハヤトを倒したので、その続きからということで、ちょっと待って、ポケモン今なんかだいぶダメージ受けてんな。今日はね、この32番道路で羽根っこをまず捕まえようということで、羽根っこは昼間にしか出ないので、ちょっと DS の時計をいじらせていただきました。で、今夕方になってます。なんで今日は羽根っこを捕まえて育てて、先に進めていこうという感じですね。で、この辺はもう一回通ってるんで、サクサク進めちゃっていきましょうか。イワークとかは前回もらったんだっけな、確か。はい、32番道路、思い出の32番道路で羽根っこを捕まえていこうという感じですね。この辺のコラッタとかマナツボミとかもうすでに捕まえてるから、サイコロはまあ触れないと。全然出ねえな。夕方出るよね。全然出ねえやん。メリーばっか。あ、ボールあったかな、多分あると思うんだけど。メリープしか出ねえ。マジでメリープしか出ん。久々のマダツボミ。ちょっと待って、よし、ちょっとライブ配信がちゃんとできてるか確認しました。大丈夫そうっすね。
マジでメリープしか出ねえじゃん。なんでや。え？待って、32番道路の羽根っこの出現率を。番道路羽根っこ確率どんくらいだ。待って、 レベル 60%、 レベル 75%、 朝昼も同じ。10回に1回は出るはず。10回に1回は出るはずなんだけど、全く出ませんね。思い出すな、マダツボミをここで厳選してた時のことを。マジで出ねえじゃん。羽根っこもっと効率のいいところがあるんじゃないか。ハートゴールド、ハートゴールド、羽根っこ他に出てくるところ、あ、でもここが一番あれなのか、最初のとこなのか。マジでメリープしか出ねえ。メリープは出現率どんくらい？待って、俺金銀のやつ見てたわ。ハートゴールド32番道路。ゴールド。出現ポケモン。あ、パーセンテージ書いてないな。パーセンテージ書いてねえや。だからわかんねえわ。今見たサイトじゃ。
と待って、こんな出ないもんか。こんな出ないもんか。 10% とはいえ 15% 全部合わせたら、この前もっとサクッと出たような気がするんだけど、また俺はこの32番道路で厳選をしなきゃいけないのか。あ、アイムひとえさん、お待たせしました。すごいやつ。お待たせしました、すごいやつ。何探してるん？ね、羽っこをですね、羽っこをちょっと探してます。それが全然出ないんだよね。10% ぐらいのはずなんだけど。あれ、朝昼じゃなかったっけ？朝だけだっけ？ちょっと待って、あいつ朝だけか。あれ、この前さ、ギリ捕まえたのってあれウパーだったっけ？ハートゴールド、羽根っこ朝昼になってるな。だから出るはず。時計もいじったし。でもこのサイトが間違っていたら、このサイトが間違っていたらどうしよう。ちょっと他のサイトも調べてみよう。ハートゴールド羽根っこ、メリープばか出んだよな。また32番道路でこんな足止めを食らって、このあとレベル上げもしなきゃいけないのに、どこに出るか書いてない。すげえ場所。32番道路、朝昼夜って書いてある。このサイトは朝昼夜って書いてある。それ戦闘メリープにしてるちせいちゃうか。静電気で 50% ぐらいで電気出るようになってる。マジか。静電気そんな効果があんのか。松潤に変えよう。あぶね、その情報知らなかったらもう全然出ないとこだったわ。あ、急にコラッタとかが出るようになってきた。やべ、その情報マジありがてえ。犯人はメリープだった。犯人はヤス。待って、俺ボール持ってたかな。あった。草タイプだけに。おー、やっぱ出ちゃうよね。でもちょっと微妙なんだよな。電光石火で死んじゃいそうなんだよな。まあ、ボール投げ続けてれば大丈夫でしょう。で、こいつをレベル14まで育てなきゃいけないという。よっしゃー、草飛行。
どうしようかな。あ、そっか、名前決めなきゃいけないんだよな。前回なんだっけ？前回骨ぶっこかなんかにしたんだっけな。赤株いただきます。赤株。でもこいつ進化すると、株じゃなくなっちゃうんだよな。なんか記号もつけよう。これ何？何この記号。よし。羽っこゲッチュ。これでちょっとライバル対策をしつつ。あ、その前にあれだ。忘れる前に、サイコロを振っとこう。よいしょ。で、なんかさ、サイコロの質感変わったよね、これ。今日見てビビったんだけど、急になんか質感がおかしくなってる。この前までなんか、角がさ、四角かったのになんか丸くなってんだよな。いつの間にか。ビビった今日。なんでこんな、ねえ、サイトの仕様が急に変わるなんてことあんのか。俺がやってるからか。視聴者さんだったのか。このサイトを作ってる人は。まあいいや。とりあえずこれを振ってこう。いけ！あー、まあ、そうだよな。まあまあまあ。よいしょ。ちょっと待って、サイコロ消さなきゃ。初期のフラッシュゲームみたいなグランドサイトやったのにアップで入るんや。ね。そんなにアクセス数が多かったのかな？サイコロに対する。サイコロサイトに。だからちょっと変えますか、みたいな。それか、俺らがフラッシュゲームみたいだって言ったから、急に変わった。よし、これで、とりあえず羽っこをもらったから、この先にいるウパーとかもちょっと危ないから、ここいらでレベル上げをしていきたいんだよな。遺跡研究所。なんかもらえたっけ？ああ、こいつなんか。あ、アンノンノート。違うな。あとか。あと、あと、あとでくれんのか。あ とでくれんのか。これを解いた後。アンノンノートくらいだよな。まずはこの石板を。あ、違う。ここ石板のとこじゃねえや。石板のところ行って。アンノンもまだ使えますよ。アンノン使うか。で、俺調べたんだけどさ、アンノン、なんか、強くないんだってね。来た。ようこそ遺跡の小部屋へ。ほぼ完成しとるやん、これ。雑魚ポケモン筆頭なんだ。あれ、ちょっと待って。なんか難しくなってない？あ、これ回せるんだっけ？こうか。あれ、なんか難しくなってない？こうか。あ、これこっちか。こうか。OK。 金銀の頃 4×4 のパズルやったのに。 金銀の時難しかったような気がするんだよな。上から落ちてきたということは、なんと石板のパズルを完成させたんですね。あんな簡単なのをお前ら考古学者はできなかったのか。アンノンノート。何かの気配を感じる。とりあえずアンノン捕まえてサイコロ振って。鳳凰とかオムナイトとかがやばい。あ、鳳凰とかあったっけ？
俺も忘れちゃったわ、忘れちまったわ。ちょっと待って、こいつ何を置いたっけ。光合成跳ねるか。とりあえずアンノーンを1体捕まえて、生意気な。ちょっと待って、これ大丈夫かな。危な、ちょっと待って、ポケモン変えとこう。カブとプテラオムナイト鳳凰だっけ。マジか。え、それ金銀時もそうだったっけ。カブとプテラオムナイト覚えてんだよ。鳳凰全く覚えてねえわちょっと削るか、体当たりで。あ、金銀時もそうか。やべえ、俺ちゃんとやってないかも、そのパズルのところ。え、ちょっと待って、全然捕まんないんだけど。こいつ強くね。油断してると死ぬからな油断してると死んじゃうから。言うて裏道みたいなところやから普通はやらん。あ、そうなんだ。鳳凰のパズル覚えてねえわ。よし、アンノーン D かな、今のは D か。アンノーン D ゲット。D だから、ルフィでいいやルフィにするわ。よし、じゃあサイコロだな。だってお母さん、もしもしトチ元気、良さそうな道具を売ってたからトチのお金で買っちゃった、ごめんね。何買ってくれたんだろう。お母さん、お母さんお使いのやつ結構重要だからな。モンキー D ルフィよし、サイコロだ。この進化したサイコロ、今日はなんかいけそうな気がする。じゃあいきます、来い。あー、ダメか。まあサイコロはね、なかなか出ないっていう前提なんで、まあいいでしょう。アンノーン、これは？これ何？これ何？ちょっと待って、ついでにレベル上げてっか。出てきた野生ポケモン全部倒してく。効果今一つ。でこの目覚めるパワーちょっと怖えんだよな。なんかレベル5とはいえ。あ、これ B か。これ B か。よし、じゃあちょっと羽っこのレベル上げどこでしよう。まあこの下のあれか、釣り人のところだな。釣り人がめっちゃいたところで、ちょっと一回回復してこう。怖えから。ポケモンセンターでね。これあれだな、マダツボミの塔行く前にさ、羽っこ捕まえとけばよかった。そしたらレベル上げできたんだけどね。
よし、この下にトレーナーたちで。ネビラを開けとこう。カーマタレイ。トシとはお主のことだな。お主を探しとるメガネ。ああ、そっか。こう、それ行かないといけないのか。ついでにお母さんからの届け物を受け取っとこうかね。卵忘れた。でもノーマルが使えないから結局のところ。よし、とりあえず手持ちに入れとくか。こんばんは、トシさんですね。お母さんからのお届け物です。こちらをどうぞ。いいね、いい傷薬。ええやん。あ、出た、舞妓はん。そういえばこんなイベントもあったな。あれ、まあ、その卵は。ふんふん、なるほど。ポケモン G 班から宇津木班へ、そして宇津木班からアンさんへ。そうどすか。それはほんまに大事な卵やさかいに、しっかり育てておくれやす。よろしおすな。小梅太夫来たな、急に。小梅太夫に話しかけられた。よし、この下で。かまたれい。うむ、いいポケモンを連れておる。それもこれも器用でいろいろ鍛えたからだろう。あ、そうだ、これもらえんだ。あとでちょっと羽っこに持たせよう。草技覚えたら。卵が帰ったと思ったら、生まれたのがチンパンジーでした。あちっ、きしょう。よし、見かけない顔だな。お前強いのかと思ったら、短パン小僧の信号でした。あちっ、きしょう。あ、本当だ、太陽のマークだ。これ何かと思ったら太陽のマークでした。あちきしょう。ついでに松潤のレベルも上げていく。でもレベル6なんだね、トレーナーのポケモン。よし、レベル7。せめて体当たりを覚えてくれれば。こいつ何覚えんだっけ。体当たり、眠り粉、毒の粉か。体当たりもないんだよね。跳ねる光合成とかいう跳ねる光合成とかいうね。金銀界の金銀界のコイキングだよね。あ、やべえ、メリープにしようと思ってて間違えた。案の定ちょっと残った。よし、信号信号。この前も言ったような気がする。これ信号信号。ここでレベル上げしつつ、夜になったらウパー捕まえとくか。いや、もう水地面両方使えねえけど今。草薙 VS 松潤ジャニーズ対決やん。しかも両方改ざんしてるという。やけど率高っ。永遠に使えなそうなウッパー仕事出せばな。仕事が出てくれればいけるんやが。ちょっと待って、気をつけないと。ここウパー持ってるやついたから、
え、モンスターボールあったところなんかへこんでる。こんなあれあったっけ。しかもポケモンが乗るとちゃんと影になるんだ。こんな細かいね、あれがあったんだね。え、ちょっと待って、逃げらんない。最悪。あ、こいつ倒そう。レベル上がりそうなんか。行け、綿菓子。なんか食い物の名前ばっかだな。綿菓子、赤株、綿菓子、赤株、松潤。ちょっと残るんだ。惜しいぞ。ああ、因縁のマダツボミ。マダツボミ倒しやすいからちょっとこいつも倒しとこう。まず次はジャニー北川が食ってる意味深。綿菓子も赤株、綿菓子と赤株を松潤が食べて、松潤をジャニー北川が食う。食物連鎖だね。ニドランね、まだまだ大丈夫か。あれ、ウパー出してくるやつって最後の子だったっけ。ああ、そうだね、釣り人らへんだよね。釣り人のさ、最後の方だったよね、確か。怖えんだよな、急に出てきたら。よし、女の子の電話番号ゲットした。怖い怖い怖い。あ、こっから釣り人か。この辺大丈夫だよな。前回確か電気も草も使えなかったからちょっとやばい感じになったけど、今回は綿菓子ちゃんがいるから大丈夫。よし、一撃。いいね。そろそろ、あ、覚えないか。体当たり、体当たりとか。ルフィも育ったいな。ルフィも育てときたいな。なんかもしもの時のために。やべ、素早さ下げられた。元から速くないのに。この水遊びをしてくる意味を。OK、 いいね。こいつ、コイキングだっけ使ってくんの。うわ、驚かす前に、驚かすから獲物が逃げた。コイキング4体か。
あ、レベルが上がんない。もったいねえ。待って、こいつ最後、あ、そうだ、レベル15のコイキング持ってんだ。レベル15のコイキング、タイタル覚えてんだよな。やべ、あー危ないだよな。もともとが弱いから大丈夫だろう。オッケー。それでも31か。来た、体当たり。これでこれでもう赤株の単位を、そう、楽勝よ。光合成もあるしな。こいつ回復もできるし、エースやん。ルフィとエースやん。よし、あ、さすがにちょっと上がりにくくなってきたな。あと4レベ上げたい、あと4レベ上げたいのよ。あれ、こいつってさ、飛行タイプだから、ウパーのなんかマットショット、マットショットだっけ、泥かけ、地面系の技無効にできる、もしかして草入ってるからダメなのか。よし、ドボン。お、向こうにできるんだ、最強やん。ちょっと待って、こいつはウパーじゃなかったよな、怖っ。こいつじゃなかった記憶あんだよな、なんか普通の人間、普通の少年、こいつだった記憶がある。一つでも向こうにできるタイプ持ったら向こうか、なるほど。よし、勝つる。これはちょっと一回回復させて、ロケット弾なんだよな、音楽が。ロケット弾のやつと戦う時の音楽なんだよな今。やべ、こいつか、あ、危ね、トサキント、こんなやついたっけ。こんなやついたっけ。こんなやついたか、前やった時。影が薄すぎる。はい、麻痺にできます、できなかったです。いや、残るんだ。何気に今バランスがいいな、パーティーの。パーティーのバランスがいいぞ。いいね。いい、ああ、惜しい。仕方ね、教えてやるか。おっさんに。さて、で、さっきの短パン小僧が確かウパー持ってるから、このココイラでレベル上げてこう。このメリープのさ、モーションがあの長すぎるんだよ。いけ、体当たり効かねえ。でもこっちは、こっちとは光合成を持ってるからな。あとは水が使えるやんな。ね、それでちょうどいいか。今何に弱い。いや、やべ、そうか、やべ、麻痺しちゃった。ダイヤモンドパールのラクライに比べたらマシ。ラクライそんな長いのか、モーション。いえ、危ない、こんな変なとこで死んだら最悪や。いいね、50。
5体ぐらい倒せばレベルが上がりそう。あーちょっと麻痺直してえな。こらった、レベル4か。あれこれ今さ、やばい、大丈夫、大丈夫か。今心なしか羽根っこの声が元気がなかったけど、これなんか状態異常になってると声変わるとかあったっけ。たまたま。よし、ちょっと回復してえな、麻痺ってるし。麻痺してたり体力少ないと、あ、そうなるんだ、へえ。そんなね、いい感じの、あ、ほんとだ、そんなあれがあったんだ。これなげってあ、元気がない、かわいそうに、かわいそうっす。今ポケモンセンターに連れてってあげるからね。こんなけなげに後ろからついてきて。早く種マシンが覚えてくれ、レベル14になって。傷薬買っとく？いらないか。この思い出のこの草むらでレベル上げするか。でもメリープ出てくんだよな。メリープはシカトかな、めんどくさいから。早い、電光石火。でも3レベって意外と上げるの大変だよな。思い出のまだつぼみ。そう、体当たりしかねえからさ、時間がかかんのよねトレーナーと戦うにも多分直近で戦えるのがあのウパー持ってるやつなんだよな、あの短パン小僧。72いいね。とりあえずあと1レベ上げたい。レベルが上がればまあ能力も上がるし、レベル6くらった、怖えな、なんか。体当たり合戦。よし、こいつ上がるかな。48。上がった。あと2レベ。あ、どこのかな、いいね。まずは跳ねるだな。赤株なら水半減で地面向こうやから種マシンがなくても勝てそうやけどな。なるほど。体当たりで、毒の粉体当たりでいけるかな。でもいけなかった時だよね。いけなかった時に控えがちょっと弱いから。弱いっていうかもう、あ、でもまあ、あれか。松潤の電光石火でなんとかなるか。あ、毒効かないんだっけ、こいつ。いけるか。お、いいね。いっちゃおうか、こいつで。待って、回復させとくか。あ、待って、いいや、直前まで行って回復して
挑むか。地面、あと水鉄砲以外に何か覚えたっけ。尻尾を振るぐらいか。尻尾を振る積まれてさ、なんかね、あでも尻尾を振る積まれても大丈夫なんか。余裕か。え、しかもあのウーパーレベルなんだっけ。そもそもウーパーだったっけちなみにこの下はなんかあったっけ。ああこいつもいたか、こいつもいたか。こいつがウーパーか。どっちだ。あ8くらいだっけ。余裕じゃんそんな。余裕じゃん、余裕やん。ちょっと一回傷薬を使っておきましょうね。こいつもいたわ。その姿勢なんだか気になるな。ニドランね。ここもレベル上げよう。ただあいつシカトするっていう手もあんだよな正直ニドランさんの、ニドランオスさんの睨みつける気。これはいっぱいもらえるでしょう。そうでもなかった。経験値うまそうやけど、うーん、そうなんだよな。経験値はもらいたいんだよ。あ、待って、あれもらうか。はい、メリープはめんどくさいので逃げます。あ、種マシンガンやん。覚えられるじゃんこれ、レベル上げなくても。そのためにここに置いたのか、ゲームフリークは。てんてんてんで、これ覚えさせて、前回これ拾ってたらもしかして、はあ、気づいちゃったね、気づいちゃったね。まあ4ダメ食らってるけどいけるでしょう。こいつだよな、確かウッパー持ってるやつ。緊張してまいりました。緊張してやりやした。気づいちゃった、気づいちゃった。わーい、わい、レベル10だ、つえつえ。まあ地面技打ってこないし、こっちには毒の粉があるのよ。楽勝よ、もうこんなもん。光合成もあるしさ。よしいける、これは楽勝。え、こんなタイプさ、使えるタイプが違うだけでこんな楽にクリアできるもんなの。しかも何気に今懐かしいデッカちゃんが、懐かしいデッカちゃんを思い出して、デッカちゃんもう YouTube でしか見ないからな出た、尻尾を振る。いいね、
しかも経験値めっちゃもらえそう。200ぐらいもらえんじゃね。111だった。ゾロ目やん。たまにやるエンタでギリ。あの人 YouTube、 いや、ハイジーっていうさ、なんか芸人で食べ物系のなんか YouTube やってる人のチャンネルで、最近出ないか、たまに前にね、よく出てたんだよ、デッカちゃん。こいつ倒してこう。デッカちゃんだよ。よし、レベル13。オッケー。これで眠り子、あれ眠り子な、覚えなかったっけ。あれもしかしてこれ俺間違えてる。羽根っこの覚える技さ、やべ、種マシンガンレベル19だわ。レベル14シビエレゴナーだ。種マシンガンレベル19だ。終わった。技マシン使うしかねえじゃん。もう使うしかねえ。これ使い切りだっけ。ここは、はい、毒の粉、光合成、尻尾振るだよな。他に使いたい草おらんのやろう。そうだね、そもそも使える草がいないからな。よし、これで最強。こいつは最強。100万円か、安いな。よし、これで、これであの洞窟を抜けられる。抜けられる上にしびれ粉覚えたらさ、もう最強やん。ライバルなんてもう楽勝よ。なんかくれるやついないかな。あ、そうだ、釣り竿。オッケー。はい、ボングリ拾ってます。え、こいつルアーボールくれんだ。うわ、こいつなんだっけ。草タイプか。あ、草タイプじゃねえや、飛行タイプか。これで言わなついたときに草か飛行縛るんやろ。いや、そうなったらマジで悲しすぎる。そんなことが起きてたまるか。この洞窟で、赤株のレベルを上げられるから、ここはもう綿菓子を優先的に上げていくか、レベルを。こいつは。種マシンガンがレベル19だったという。お、いいね。電磁波覚えたらもう最強ですよ。ちなみに俺ポケモンでさ、今まで自分でレベルアップで覚える技を先に技マシンで覚えさせてたことが多分ないと思うんだけどさ、どうなるんだろう、レベル19になった時。なんもないのかな。しびれ粉いらんやん。そうだね、確かに。じゃあ眠り粉覚えさせるか、羽根っこには。あ、あとここ、あ、やべ、貝殻の鈴。
岩砕き、あれ岩砕きもらってない。左か。あそこの左だったっけ。あ、覚えないだけなんだ。うわ、戻んのめんどくさ。いっか。貝殻の鈴。使えるけど。持ってたとて、そんなにめっちゃ回復するわけじゃないしな。しかも今回のパーティーは割と、いい感じだから。今回はこれで突撃していこう。ズバットちゃんね、最強レイドでしか使わん最強レイド御用達の。ここはなんだっけ。ちょっと待って、種マシンガンの威力をちょっと見とこうぜ。ここで強い。え、強い。強い。そうそう、次の最強レイドの情報来てもおかしくないと思うんやけど、どうなんやろか。確か、おわ、サンドだ。確かに。あれ、いつもそんな早いっけ。待って、こいつ捕まえたいけど。次レイド何なんだろうね。でも御三家系だよな。リザードン来たし、あれサンムーンのさ御三家って来た。サンムーンの、やべ、モンスターボールがもうあんまない。今のハピナスとか終わったら出んかな。確かに。あ、そうだそうだ、サンムーンジュナイパーだ。目黒そうだったね忘れた。もう大体出たのか。あ、やべ、間違えた。ニックネームつき忘れた。けれども、サイコロタイムとしゃれ込みますか。じゃあ、振ります。あーん、残念。もうサイコロなんか、形骸化してるというか、なんていうのどうせ出ないだろうっていう諦めの振り方してる。よくないね。来てないのが3世代、4世代か。ってことは、あれ来るんじゃね？ラグラージのやつ。あ、待って、あれ、皮膚キアロじゃね？明るければ動物怖くない。ラグラージ使いたいんだよな。どうしよう。松潤か。最強ラグラージフェアリー。ラグラージってなんだっけ。水地面だっけ。うわ、やべ、待って。うわー、お前先手取れるかな。種マシンガンでもいける。いけた。炎か草か地面あたりのテレビ欲しいから、それ系の最強来てほしい。なるほどね。
あれこっちじゃなかったっけこれ。でもなんかもうさ、自分の持ってるタイプと違う。あ、やべ、なんか戻ってんじゃん。違うテラスタイプ持ってるからさ、炎か草か地面ってなると、炎の場合は炎じゃないし、草の場合は草じゃないやつが来るんだろうな、多分。こっちか。山男、岩男の優を。大丈夫かな、いわく何覚えてるかな。岩タイプはちょっと怖いんだよな、岩落としとか使われたら。いいね、種マシンが強。え、2発目弱。なんかめっちゃ強い時とめっちゃ弱い時がある。まあ、1回目は急所に当たったとはいえ、きたー、レベル14。シビレゴナを、どっちが、あ、まあシビレゴナいらないのか。シビレゴナは諦める。そう、電磁波あるしね。眠り子のは何忘れさせようかな。体当たりもなんだかんだ言って必要だよな。でも光合成もいるしさ、毒の粉もさ、結局のところ使えるじゃん。参ったね、こりゃ参ったね。早くギガドレイン覚えてほしいんだよな。メガドレインでもいいけど。粉系のポケモンってそれで迷うよね。ね。3つ埋まる可能性あるからな、粉で。強い。いいね、赤カブが順調に育ってくれて俺は嬉しい。粉で圧迫して、わざ圧迫してどうしようどうしようってなる。しかも重ねかけできないじゃん、一体に対して。どれが一番いいのかってとこだよな。でどれもいいんだよな。ちょっとこいつ倒してレベル上げとくか。覚えさせたいから激力使わんとかあるし。特に毒の粉はあんまり使わないかもしんないね、よっぽどのことがない限り。しびれ粉とか眠り粉に比べると使いどころがないかも。でもな、この縛りにおいては毒にして削るって手もあるからな、タイプが相性悪くても。悩みどころですな。サンド可愛いな。毒は普通の攻撃技でもつけられるし。なるほどね。眠りはないのか。麻痺もまあつけられるっちゃつけられるけど。あ、待てよ、これどうしようかな。ちょっと他のやつも育てとくか、松潤とか。
眠り粉外してイライラするし。あ、眠り粉ってちょっとあれか、若干命中低いのか、眠り系は。キノコの胞子以外は。よし、松潤も順調に育ってます。スーパーボール、眠らせたと思ったら速攻起きされるし。昔のポケモンさ、あの眠りから起きたらさ、一旦消費してたのにさ、ね、いつの間にやら眠りから起きたら即攻撃できるようになっていた。あれいつからだっけ。金銀の時は一旦消費してたような気がするんだよな。待って、こいつ種マシンガンでいける？いけるか。初代だけだっけあれ。金銀はあれか、消費しないのか。いや、金銀ね、どうだったか覚えてないんだよな。もしかすると金銀は消費しなかったかもしんない。起きたら即攻撃できたかもしんない。俺の記憶にあるってことはそういうことだな多分。ブラックホワイトからとかだと多分覚えてないと思うんだよね。よし、抜けた洞窟を。めちゃ雨降っとる、雨乞いの影響でとる。画面にボングリ取っとくか。おっと危ない。なんか今日さ、音が途切れんだよな。なんかドガースの死ぬ時の声がなんか二重になってたりとか。よし、赤株無双状態やん。もう腕力いけるでしょう。格闘半減、大丈夫だよな、大丈夫だよな。羽っこで大丈夫だよな。やばそうだった。うわー、ダメージが通んねえ全然。3、4、イカサマダイス持ってないけど、5回睨みつけてきた。気合いだめからの睨みつける、気合いだめからの睨みつけるって一体イキリアンキーやん。よし、ノーダメで倒した。
何気に赤株が一番レベルが高いんじゃね。きた眠りごな、どうしよう。毒の粉使えるんだよな。体当たり光合成、光合成使ってないんだよな。でも今後使う可能性がある。毒の粉も結構何気に役に立ってる。普通に眠りごなは PP が15しかない。悩むな。体当たりいっか、今のところ使わないから。股間に種マシンガンすんな。ちょっと待って、眠り、あ、やべ、間違えた、危な。危ない危ない、慎重に行こう。75か。これ外してターンをなんか無駄にする可能性もあるからやめとくか。いらないか、眠りごな。いやー、そんなことはない。これ多分役に立つ、絶対。体当たりと交換しよう。いいですね。毒かな。マジか。来た、電話番号。茜のミルタンクを即眠りにして攻略しよう。ゴロうるせえな。トチ君こんばんは。ゴロだけど元気？俺のかっこいいコラッタのこと君は覚えてるか？俺のコラッタはそんじょそこらのコラッタとはコラッタが違うからな。コラッタ1のコラッタなんだよ。何言ってるかわかるかな？わかりません。ここも見たんでちょっと飛ばしますね。よし、着いた町に、ひわだタウン。というわけで、じゃあルーレットを回しましょうか。ルーレットタイムや。ちょっと待って、なんか YouTube の、あ、大丈夫か。 OK、 ルーレット。縛られたくないのは今手持ちにいるポケモン全員です。まあ、エスパーは最悪、いいけど。いきますよ。止まれ。待って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 、炎だけはやめてね。よし、危ねえ。ノーマルよく出るな。ノーマルよく出るわ。さて、サイヤ人よりもすごいんですか。炎飛行、炎飛行。炎飛行。危ない。まあ、炎はね、今、あ、でもダメか。つくし線あるからな。炎をちょっと、縛られるとまずい。最悪、メリープでいけるか。チー。サンド預けとこう。あ、俺ウーバー持ってた、まさかの。よし、これでまず岩鉄じいさんの家に行く前にちょっとショップで買い物してっか。いじっぱりサンド、いじっぱりのサンドって良さそうやな。ああ、いじっぱりってなんだっけ、何が上がるんだっけ。攻撃、ちょっとモンスターボール買っとこう。傷薬も5個ぐらい買っとくか。あ、でも傷薬って感じでもないのか。いい傷薬買っとけ、終わったな。今麻痺直し1、攻撃上げの C だから特攻下げか。よく覚えてんな俺。覚えらんないんだよね。
性格のあれ、俺がやってた時なかったから全く覚えられん。ここは木炭くれるとこだっけね。で、岩鉄じいさんの家はここや。おお前は誰や。勇敢とか意地っぱいとか控えめとかよく使い味か覚えてない。あ、それでもいいのか。なるほどね。だってさ、性格何個あんの、あれ十何個とかあるよね。俺ポケモンの名前ですらさ覚えらんないのにさ、全然覚えられないんだが、技とか今勉強中なんだけど、ポケッツモンスター無邪気とかのんきとか覚えてない。で、絶対被ってるやつあるだろう。これ同じじゃねってやつ。ありそう、なんか。おお、土地か。上で見張ってたやつは大声でしっかり飛ばしたら落ちていったわ。わーつ。ドガースとかだっけ。こらったか。ちょっとさあ、他のやつらもレベル上げたいよね。早速眠り粉使っちゃう。 75%。 攻撃技が種マシンガンしかなくなったっていう、それもちょっとまずいか。ずっといとかそんなあったっけってなる。ずっといとかそんな使わないのか。意地っ張りとか控えめは確かになんかよく見るような気がする。やべ、目覚ました。ちょっと赤株のあれは置いといて、松潤を育てようか。松潤、いいね。あ、でも松潤あれか、つくし戦でレベル上がるから。あ、でもストライク強かったよな確か。って考えるとあれ、貝殻の鈴やっぱ取っといた方がよかったかな。つくし戦怖いわ。一応上げとくか、レベル。全く出番のないルフィ。B 上げとか S 下げとかあまり使わんしなって感じ。ああ、素早さってさ、下がる、あれ、あんまりだよね。重要すぎるよね、素早さ。わざわざ下げてまで、ね、防御上げるとか、なさそう。トリックルーム要員とかジャイロボール要員とか。ああ、俺さ、トリックルームってよくさ見るんだけどさ、いまだに何のことか分かってないんだよね。トリックルームってなんだろうって言って調べてないという。個人的に S 上げもそんな使わん。ああ、なるほど。結局振るから振った分で十分ってことなのかな。
ヤドンかわいい。ああなるほどね、つぶやさが遅いやつから行動できるようになる。なるほど、逆転すんのか。もう奥が深いな。なんかさ、ハートゴールドとかさ、やってた時にさ、なんか性格とか特性とか出てきてわけわかんねえと思ったけど、ちゃんと調べるとなんか結構奥深くて面白いなみたいな。あ、ひまちんさんこんちくわどうもどうも、今日はちょっとハートゴールドやってます。すみません、昨日ちょっとレイドを急遽やったんですけど、うん、急遽だったんであんまり人が来なかったという。ヤドンで尻尾を切られている。あ、メール。おじいさんとヤドンと仲良くお留守番してね、お父さんより。ヤドンで尻尾を切られている。どうしよう、松潤でいっか。とりあえずレベル上げんの。ここは一回見たんで飛ばします。ハピナスレールとか普通は負けへんしな、スリーもないしな。ハピナスレイド1回負けてしまいました。あまりの舐めてかかりすぎて。よし、やっとこれで2人目のジム行けると。腰が痛いと言っていたガンテス、急に動けるようになってる。ようやったな、ロケット団のやつら逃げて行きよったわい。腰の具合も良くなったし。10分と経ってねえぞ。おお、とし見事な働きやったな。さっきも言ったが、ロケット団は3年前にレッドという少年がやっつけたはずなんやが、それがまた復活するとはなんとなく悪い予感がするの。スピードボール。なんか作ってもらおう。なんだっけ、白ボングリってなんだっけ、黒ボングリ、ヘビーボール、これあれか、ラブラブボールだっけ。ミドボングリってなんだっけ、あげとこ。よしよし、これでつくしを倒して。緑がフレンドボールか。フレンドボールって何や。夏気度が上がるとかか。フレンドボールか。俺さ、金銀当たった時もさ、ガンテツにボールなんかほとんど作ってもらわなかったからさ、全然覚えてないんだよね。だいたいモンボ、スーパーボー、ま、あのハイボー使ってたから。ゴージャスボールのパチモン。やったことない金銀。あ、やったことないんです。そっか、ひまじんさん結構若そうだからな。なんとなくだけど。てか来る人全員若く見えるんだよな。絶対俺より年下だし。おそらく。金銀はまあ、ハートゴールドやっとけば、
いいやって感じっすね。ハートゴールドの方が多分よくできてると思う。待って、今ポケモン回復したんだよね。よし、これでトシさんより10個くらい下や。え、若っ。若っ。待って、こいつも話しかけとくか。虫ポケモン。やべえ、忘れちまった。どうやって行くか。ポケモンはソード、アルセウス、ミライ、コライやってる。ああ、なるほど。ソードシールってことは、もしかして今、中学生とか高校生とかなのかな。でもソードシールドってかなり流行ったよな。俺やってなかったけど、そっから入ったって人もいるしね。剣盾って4年前くらい、あれいつだ剣盾。なんか剣盾が出た時にさ、なんかダイマックスピカチュウがなんか前面に載ってるなんか新聞みたいなのが配布されててもらったわ。でもポケモン買わなかった。ソードシールド買ってないというね。やりてえなーと思って結局買わなかった。でもあれ何年ぐらい前だろう。俺もうこっちに住んでたから多分5年、4、5年ぐらい前かな。久々に新規でポケモン買ったから初プレイの時ワクワクしたな。なるほどね。それが今俺で言うとこのあれだね、スカバイ。新規でポケモン買うの実に十何年ぶりとかだったから。てか火の粉しか使えない。そうなんすよ、これ今火の粉しか使えないのよ。虫ポケモンは進化が早い、わかる。それだけ早く強くなるってことだよ。これもう回復しなくていいよな。剣盾はレイドがクソゴミだるかった記憶ある。へえ、そうなん。てか SV お金貯めるの大変すぎる。今んところさ、金貯めるのって学校最強大会のさ集会しかないよね。あれやるしかないよな。そこで連射コンですよ。放置してたら100万ぐらいはすぐに貯まる。ちょっと待って、松潤このレベルでいけるか。尽くしのストライク倒せるかな。SV みたいにミントが手に入りやすい。あ、なるほど、育成がめんどくさくなるってことか。レイド用の。ちょ待って、俺心配になってきた。これメリープとかレベル14でアリゲイス倒せるかな。どうなる？こうなるか。2週間にめっちゃやんないと勝てねえ。へえ、そうなんだ。え、ちなみにさ、剣盾ってさ、レイドってあ、もうさすがに新しいのは配信されてないよね。そういうなんかイベントとかってあった？福祉はいけてもアリゲイツがね。アリゲイツちょっと怖えな。まあ羽根っことね、メリープいるからなんとかなるとは思うけど。
あ、前はあったんだ。ええー。さすがにスカバイは、あ、イベントあったけど今のっぽくはないんだ。ええー。またちょっと違う感じなんだ。巨大マルマグが出ますよみたいな。今のとはまたちょっと違う感じなんだね。ちょっと待って、これどうなる？火の粉は一撃で倒せるけど、メリープの電気ショックは？あー、ちょっと残るか。やっぱうわー、そっちに毒針はやめて。まあ、尽くし戦では使わないからいいけど。4回死んだらゲームオーバー。1人につき4回って感じかな。あと追加コンテンツでミュウツーとか伝説のポケモンがダイマックス。あー、なるほど。あれ、剣盾ってミュウツーとか使えるんだっけ。あ、別にレイドが出てきても、レイドで出てきても別に使えるポケモンってわけではないのか。それはあのスカバイの知識しかないからな、レイド。あれ、ちょっと待って、これどうやって行くんだっけ。今の女の子のところから、女の子のところのこれか。うーん、あ、俺も剣盾やっときゃよかったな、なんか剣盾やっときゃよかった、今になって思うわ。来た、尽くし戦。ダイマックスアドベンチャーとかいうイベントで伝説が、ああ、なるほどね。なるほどねとか言ったけど。なるほど。伝説は手に入るに入るんだったんだ。ちょっと剣盾の、このね、ハートゴールドの縛り終わったら剣盾の縛りやろうと思ってんだよ。一個。今企画、考えて、次やろうっていう風に決めてて、ただこのハートゴールドがクリアできないことには、始まらないので、まあ来年かな。来年あたりかな。よし、これでいこう。僕尽くし、虫ポケモンのことなら誰も負けないよ。なんたって将来は虫ポケモン研究で偉い博士になるんだから。というわけで僕の研究成果見せてあげるよ。ただ自分のポケモンじゃないからワンパン構成とか使えないから、ああ、そうなんだ。決まってるのか。ストライクさんの睨みつける。剣盾やって SV やったら格違いすぎる。結構違うもんなんだね。 SV やった後に剣盾やるとボックスの快適さで感動するあの SV のさ、あのボックスはマジでどうにかならんかな。ストライク全然攻撃しようないじゃん。てかトンボ返りは、トンボ返りどこ行った。倒しまったぞ。681、うまっ。ちょっとここに、ここで綿菓子のレベルも上げとこう。経験値振っとこう。トランセル種市、トランセル種市のことを知っていますか。ピン持ってんだっけこいつ。そう、俺このさ、脱皮の思い出があってさ、初めてハートゴールドをやった時にさ、コクーンだったかな、電磁波でまひらせたらさ脱皮したって言われてさ、
マジでショックを受けたんだよな。いい傷薬をトランセルに使ってる。前回のアップデートの影響か知らんけど、前までボックス読み込んでる時ってアイコンすら表示されてなかったけど、そこが若干マシになってた。あー、なるほど。え、なってた。え、スカバイの話だよね。なってたか。でも若干か。まだまだ。もうさ、切り替えた瞬間にさ、出ててほしいよな。あれ。なんとかならんかね。トランセル種市聞いたことある。トランセル種市ね、俺が子供の時に、おはっさに出てたあのポケモンめっちゃ強い人。おはっさだっけな、なんかの番組。灰色のモンボみたいなのが表示されて何かしらがいるってのが分かるように。ああ、なるほど。全然気づかなかった俺。一応なんかがいるよってことは教えてくれてんだね。分かるようになったんだね。あー、わたがしレベル上がんない。くそ。あ、てか上がってたんだ。来た。ここでモココに進化したから4回できるぞ。どんどん綿菓子要素がなくなっていく。このモココメリープに至ってはモコモコなくなるからな。綿菓子とは何だったのかという。うわ、すごい、金ポケモンに詳しいんだね。まあここは1回やってるからな。あれ、つくじ曲げとるやん。雑談してたらもう倒してましたわ。友達がマスボン2個持ってたから怪しいなと思って捕まえて逃がした。改造か。あ、毒ってんだった。めんどくせえこのカエルの。よいしょ。さて、こっからだな。ここまでが前回リセットされる前の状態。マジカル交換で流れてきたやつが持ってた可能性。なるほどね。最近さ、あの改造ポケモンさ、スカバイ多くね？多くねっていうか、なんちゃら .com、なんちゃら .com、雑誌アン .com のさ、レイド来てくれる子も使ってる子がいるんだけどさ、あの気づかずに使ってる可能性もあるから、あんまり言えないんだよな。改造だと分からずにね、小学生が使ってる可能性あるから。やべ、今話しながらやった、無意識のうちにやってたけど、次ライバルやん。そっか、前回アカネすらいけてないのか。そうなんですよ。ちょっと待って、対策を。まあ道具はいっぱいあるし、モココに進化したし、いけるでしょう。傷薬もいっぱいある。いい傷薬もある。そうだ、まずサイコロだ、忘れてた。サイコロ忘れがち。よし、じゃあまずモココに進化したので1位、ジムリーダー倒したので3位投げられるんで、4回振ります。1回目、2回目、あーびっくりした、今出たかと思った。3回目、4回目。え、しごろやん。あれ、シゴロが出たらどうなるんだっけ？シゴロが出たらどうなるんだっけね？シゴロ出とるやん。
あれちょっと待って、しごろってなんだっけ、3つだっけ俺忘れちゃったんだけど、自分でやっといて自分でルール決めといてさ忘れちゃったっていう。ちょっと待って、今見るわ。ちょっと待ってね、ルールブックを見ます今。しごろ来た。しごろ、使用不可となったタイプのうち2つって書いてあるけど、俺もしかしたらこれ、このメモは変えてる可能性、あ、2つだよね。しゃあ、これさ、水地面じゃね、水地面じゃねこれ。ちょっと待って、今使えなくなってんのがノーマル、水、氷、鋼、ドラゴン、ゴースト、飛行、毒、地面、格闘なので、ああそう、格闘もあったんだよな。今ミスると茜倒せなくなるパターンあるからな。格闘毒じゃね、格闘地面じゃね。あ、でも岩が使えない、あ、岩使えんじゃん。格闘地面じゃねこれ。あ、水かちょっと待って、皆さんの意見を聞かせてください。今ちょうど 4人いるんでもしよかったらコメントをしていってもらえると助かりますまノーマルはもういいじゃん、正直ぶっちゃけもうここまで来たらノーマルはいらないから。どういうこと。あ、ですね、これは今タイプを縛ってるんですよ。今右下にこのなんかバッテンがタイプのアイコンとバツが表示されてると思うんですけど、今バツになってるタイプは今使えない状態になってて、相手のタイプわかんない。ああなるほど、そっか、アカネはねノーマルタイプを使ってくるんだよね。だから格闘を解放するのか、もしくは水地面とかを解放してウパーとかを使えるようにするとか、それか後々のことを考えてドラゴンを解放するか、それか俺はゴースト好き、ゲンガー好きだからゴーストを解放するか、ただ毒も使えるようにしなきゃいけないという。格闘地面とか、うん、そうなんだよね、格闘、俺も格闘地面いいかなと思ってる。そしたら石つぶてとか岩枠が使えるようになるんだよ。でも水も欲しいんだよな、アイムヒトデスさんが言ってる通り水も欲しいんだ。だから水地面でウパーとかでもいいんだよねそれから水だけ解放しといて、水格闘で、水格闘で、あ、そう、格闘水回りなんだよ。参ったねこれは。まあ、格闘はじゃあ解放するか、格闘は解放しとこう。格闘と、そう、地面と水迷うなこれ。地面と水迷う。でも水にしとくか、水にしとこう、水にしとこうか。じゃあ今回は格闘を水にします。いや、まさかしごろ学校で出ると思わなかった。今日ついてんな。あ、円柱で波乗りもらえんのか。まあ、水タイプいるとね、今炎タイプに弱いのかな。まあ、地面でもよかったけど、でも茜のミルタンクを考えると格闘をやんなきゃいけないから、これでいこう。で、俺ここで喜んでるけどさ、めちゃくちゃ喜んでるけど、この後ライバル戦があるんだよね。よし、レポートも書いたし、ポケモンはとりあえず松潤先頭で綿菓子でいっか。あー緊張してきたこれ。いやー、やべ、もうちょっとレベル上げた方がいいかな。1枚榊2を押す。聞きたいことがある。ロケット弾が復活してるって本当か。何、お前が倒しただったって。
嘘言うなよ、それが本当だと言うならその実力俺に見せてみろ。配信開始10分でゲームオーバーに追いやった男ここで負けたんだよな前回。ピジョンだっけ、ゴースか、完全に忘れてるわ。おし、なんかヒノコの焼け取り率高。あ、前回ここの呪いとかもさ結構あれだったんだよね。ちょっと残った、電光石火効かないからもうヒノコやるしかない。しかもレベルも上がる。今回いいぞ、火炎車。火炎車ってどういう技だっけ。威力60か、やけど状態にすることがある。威力60で火の粉は威力40、にらみつけると交換だな。いいじゃない、ここミス、前回こいつにやられたかな。でも今回は、前回火炎車とか覚えてたっけ。前回はねレベル18ぐらいで確か終わったから覚えなかったんだよね。怖い顔、素早さか、まあいいか、素早さだったら。まひれー、え、ちょっと待って、こいつなんか怖い顔しかしてこないんだけど。きたいいぞ勝ったやん、しゃあ。今回レベル高いんやな。そうそうそう、今回ねちょっとレベルが高い。前回結構分散してたからね、石つぶてだったりウパーだったりいろんなのに分散してレベルを振ってたから。よーし勝てるぞこれは。なんだお前、少しは自信をつけてきたのか。わ、この調子で今日茜までやりてえな。うわー、いいね。なめプしちゃお。はい、楽勝。使えるタイプが違うとこんなにも違うのか。俺は弱いやつが大嫌いなんだ。ポケモンだろうがトレーナーだろうが、そういう弱いやつらがうついてるのが目障りで仕方ない。ロケット団も同じ、一人一人は弱いくせに集まって威張り散らして偉くなったつもりでいる。そんなやつらが許せないんだ。お前はうろちょろするなよ。俺の邪魔をするならついでにお前も痛い目に遭わせてやるからな。よーし、よかったよかった、これで先に進める。あとはもう茜のミルタンクを撃破して、いや今日いけるかな、ちょっと微妙だな。あの町着いたらすぐ挑戦できたっけ。なんかイベントがあるんだっけね。とりあえず小金シティまで行ってみるか、この調子で。割とトレーナーオールズ、ああ、森抜けた後ね、そこも気をつけないとさ、やばいやついそうだよね。ウバメの森、ダルマッカおらんかった今。ああどうしよう、親方に怒られる。炭焼けの材料の木を切ってくれるカモネギが森に逃げちゃったんだ。君つかめられるかい。カモネギは耳がいいから、枝を踏んで音を立てるとそっちを振り向くんだよね。その隙に後ろから近づいていけばきっと。待って、こちらの方を見てるようだ。後ろから回るんだっけこれ。これ走るとさ逃げるんだっけね。
カモネギ、クワー、早っわお、君カモネギを捕まえてくれたんだね。ありがとう、ありがとう。でもカモネギもう一匹いるんだ。ダルマッカおったらこの森燃えるやろ確かに。こっちか。元気のかけら、元気のかけらを使うことはないでしょうね、もう死んだら使えな、死んだらそのタイプ使えなくなるから。夏い、ちょっと待って、トランスいるやん。もうあんまりサイコロを振る意味ないけど、捕まえとく。そしたら地面解放すればいいか、なんか出たら。もうレベル上げまくってるから攻撃できないよ。下手に捕まえてひふみ引くの怖いね。確かにひふみ引く、まあ引いたとしても虫とかね、封印してもいいんだけどさ。でも後でこっち来て、なんかめっちゃ封印された時にさ、まだ捕まえてないポケモンがいた方がいいのかな残しといた方がいいのか、これ。ちょっと待って、じゃあこいつ捕まえないでいくわ。後で捕ま、やばくなった時に戻ってきて、まだ関東編とかもあるからね、これ関東とかも行く予定だから。あれ、ちょっと待って、こっちだな、ダメか、もしかして後ろじゃないから。あ、だよね、後ろから捕まえないとダメみたい。ってことはこうか。ああ、なるほど、よくできてる、よくできてる、このマップ、このマップよくできてるわ。うわ、パラスやん。虫は使えるんだよね。こいつ毒持ってたっけ。いや、でも捕まえといた方がいいのか、後々なんか育てられるようになったら使いたいし。トランセルはまあいいとして、草むしか使えるやん。キノコの胞子覚える。でも捕まんないのよ。しかも毒の粉やられたし、最悪最悪。居合切り押し付ける要因、あ、そっか、居合切り要因とかも欲しかったね。よし、 OK。 じゃあルーレット引くやるか。ルーレットじゃないや、サイコロだ。サイコロタイム、一回だけ触れます。来い、もう一回しごろう。石見でした、石見でした。こいつの名前か、こいつの名前は北斗です。キノコ、ノッコ、ノコ、元気ノコ、エリンギ、マイタケ、ブナシメジ、キノコ、ノッコ、ノコ、元気ノコ。やべ、サイコロを消してなかった。パラスの名前は北斗になりました。やべやべやべ、ちょっと待って。どうやってタイプ辻斬り使ったらダメにするんですか？どういうことだ？タイプ辻斬り、
ちょっと毒を直しとく。ちょっと待って、これカモネギどうやって捕まえんだっけ。こっち見てるからこうか。クワー、わ、カモネギ2匹とも戻ってきた。君ありがとな。俺ジムバッジ持ってないから親方のポケモン俺の言うこと聞かないんだよ。いや、よかったよかった。おお、わしのカモとネギ、ひょっとしてお前さんがこいつらを見つけてくれたんか。木を切るこいつらがいねえとわしらは炭が作れねえ。秘伝マシン01、ヤイギリか。こうした秘伝技一度ポケモンを刺すとなかなか忘れられん。よし、ってことは待って、ご死んでた。よし、使う。あ、もしかしてどうやってタイプの罰にするかってことかな。そういうことか。日和田帰ったら木炭もらえんけ。そう、日和田帰ったら木炭もらえるはず、あの家の。俺もその記憶はある。北斗に覚えさせとこう。罰がつくのはあれですね、町に初めて訪れる町、なんて言ったらいいのか、初めて着いた町に、初めて行く町に着いた時に、ルーレット見せた方がいいか。このルーレットを回します。で、回して止まったところに書いてあるタイプは、使えなくなるっていう感じですね。あと、バトルで瀕死になったポケモンが持ってるタイプは、まあ、使えなくなるっていう感じですかね。そう。で、新たに捕まえた、ポケモンを捕まえた時と、あと、ジムリーダーを倒した時に、サイコロを3つ振って、ゾロ目とか、まあ、出た目によって、この罰を、まあ、どかせる。まあ、使えるようになるって感じですね。そういうルールです。詳しくは概要欄に書いてありますので、見てください。ちょっと戻るか、じゃあ。木炭もらいに。そしたら、松潤の謎の草だ。欲しい。スーパーボールでいっか。よし。使えないんだけどね、謎の草。とりあえず捕まえときますわ。謎の草のニックネーム。何にしようかな。謎の草、むずい。メカブ。メカブもいいな。メカブいいな。でも今ね、俺がね、一個思い浮かんだのは、一個あったわ。なんかこの、わかるかな。謎の草のこのアイコンの、あ、ちょっとちっちゃくて見えないか。アイコンの感じが2ブロックの営業職の若者にそっくりだったから営業にします。梨の実、梨の木、アンでつけたからアヘンでつけるのかと思った。危険すぎるその名前。アヘン戦争やん。
てね入れたのはあの草にしようと思ったんだけど、なんかつまんねえなと思ってやめた。あの草。とりあえず回復して、あ、そうそうそう、サイコロサイコロサイコロ忘れがち。じゃあ行きます。ゴーイムゴイム。サイコロね、やっぱなかなか出ないね。さっき仕事出たのはかなり奇跡だな。ポケモン預ける。待てよ、パラスは使えるからいいのか。虫草は何気に手持ちにアンノーンずっといるけど、手持ち分散させた方がいいのか。一回全滅してもさあれできるし。あ、でそうだ、こっち戻ってきたの木炭もらいに来たんだよな。もっとひふみ出てほら。5番目の森も恐れずに入る。お前さんの度胸気に入った。わしらと一緒に修行しないか。これが、これ俺が焼いた炭なんだ。ポケモンに持たせると炎タイプの技の威力が上がるんだよ。よし、じゃあこれちょっと松潤に持たせよっか。持ち物どこだ。木炭これ、あ、奇跡の種あるじゃん。よく考えたら松潤で奇跡の種を赤株に。あ、あ、アンノーン。アンノーンレベル5が、アンノーンレベル5で茜のミルタンク倒す。お、来た。キュッキュッパーリー。何しよう。トゲピー、ちょっと待って。バンド。バンドええやん。ウニ、ウニもいいな。いや、ウニもらおっか。暇人さん、あの初めてのハートゴールド実況で来てくれたんで、ウニ、ウニ、ウニもらって、ウニ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 丼、ウニ丼にしよう。ウニ丼、ウニをいただいてウニ丼にします。ウニ丼イカリンしよう。ウニ丼イカリン。ウニバンドってなんだ。うわ、宇津木からめっちゃ電話来た。いや、トチ君、話は聞いてるよ。誰から聞いたんだよ。あの卵からポケモンが生まれたんだってね。地獄耳すぎるだよ。地獄耳すぎる宇津木。俺と考え同じなんだけど。暇人さんからいただきました、ウニ。あ、そうだ、サイコロ、トゲピー、トゲピーゲッチュしたから。サイコロ振るタイミング多くね。じゃあちょっと振ります。来い。皮膚よ。皮膚よ、皮膚よでした。とりあえず今日はあれかな、小金シティまで行って終わりって感じかな。ここトレーナー出てくるっけ、ウバメの森って。ミュウツーがいるぞ。ミュウツーと同じ鳴き声してるこのパラス。あれ、ここじゃない、どこや。
森内はおらん。あ、いないのか。出ちゃえば、出ればいるのかな。あれ、ちょっと待って、ウバメの森で迷子になった俺。どっち、こっち、左。あ、居合斬り使わないといけない。あ、来た。ウバメの森の祠、森の神様を祀ってある。このその昔、ここで金の葉っぱと銀の葉っぱを使うとセレビーが出るという謎の噂が立った。あれ、本来は何なんだ。本来はどうやるとセレビーが出るんだろうか。が意味深すぎる。金の葉っぱと銀の葉っぱってなんだよ。あ、ここになんか人いるぞ。こいつ頭突きくれるやつだっけ。なんかそんな記憶がある。携帯のサービス使うんだっけ。あ、あれでやるんだっけ。なんだっけ、あの携帯とさ、ゲームボーイつなげてやるやつ。セレビーはね、配布だってな気がするんだよな。持ってなかったから知らないけど。頭突きでポケモン捕獲もいいぞね。これ どっから行けばいいんだ。こっち側、こっち側か。だいぶ大回りしかないといけないな。しかも上に舞妓派いなかった。コガネシティ着いた時のルーレットマジ怖い。格闘出たらマジで意味がない。何してるかって、続きで木をやらしてんだよ。お前さんもポケモンにやらしてるなら教えてやるぜ。あ、こいつ教えてくれんのか。バトルでは使えないけど、あ、待てよ、ルフィに覚えさせるか。覚えないか。いや、トゲピーって覚える。バトルでは使えないけど、秘伝要因などには、などはなどでは使っても大丈夫という縛りにしてるんで、頭突き覚えさせます。初めての頭突き。くぬぎ玉かな。来た。こいつってタイプ何。鋼？草鋼だっけ。あ、ボールあんまないんだよな。捕まるかな。最初の方の町ならヘラクロス出る。マジか。虫まだ使えるからな。さすがにレベル7で、どうしよう。綿菓子の電磁波。ちょっと待って、これ大丈夫か。大ダメージ食らうんじゃね。危なー、怖っ怖っ。眠らせた方がいいか。眠りごな。色違いのくぬぎ玉にそれられたえ、ちょっと怖いから頭突きはやめます。今日は本日の頭突き大会終了です。とりあえず小金シティに向かおう。舞妓ハーンいるやん。小梅太夫いるやん。何度す？うちに見覚えがある？秘境の町で？それは気のせいと違いますか？ところでアンさん、森の出口はどちらか教えてもらえまへんやろか？はい。はいってアンさん、自分もまだ森を抜けられしまへんのに、出口がわかるんどすか？京都人っぽい、これ。
まあうちに出口を教えてくれますの。賢いポケモンどすな。ほなお先に。こいつは虫だけだけど、進化すると鋼がつく。あ、なるほど。進化すると使えなくなっちゃうじゃん、俺の場合。じゃあ日曜日。頭突きでポケモンが出たと思ったら手持ちを減らしに来た死神でした。あちっちょちょっと待って、今コウメ太夫のモノマネしたら4人いたのに3人いなくなった。どういうこと？よし抜けた。あなた森の神様の祠にお参りした？森の神様は時間を超えて森を見守ってくれてるのよ。アルセウスのことか。あなたポケモン図鑑作ってるの？じゃあいろんなポケモンと戦ったりしてるんでしょ。たまにはこんなわざましいも使ってみたらどうかしら。わざましい12挑発。お世話になっております。これをかけられたポケモンは少しの間ダメージを与える技しか出せなくなるの。小梅の呪い。あなたってなんだよ。確かにセクシーな感情を醸し出したのかな。ちょっと待って、手持ち不安だな。こいつ何？ラジオ塔にてプレゼントキャンペーン放送実施中。この辺り俺の練習場所なんだ。あら、あなたの5時なんか。ああ、そういうこと？そういうことなの？え、俺が見間違えたわけじゃないよね。あらだ、あんだったよね。あ、やべ、火炎車ちょっと使ってみたかったんだよな。おっと、サンド。岩なだれとか覚えてないよね。それかヤンキー区長か。あーん、あなた。あーん、あなた、ポケモン図鑑作ってるのね。砂かけババアだ。いえ、害悪サンドや。え、毒針？サンドって毒針覚えんの？やべ、効果抜群だ。タニマシンガンを早く当てないと死ぬ。いいね。こいつなんか急にいろんなタイプのポケモン出してくるな。だんだん敵も強くなってきたね。俺の記憶が正しければどっかでワンリキーをくれる少年がいたような気がするんだ。コガネシティにいたかな。その子と何を交換するか忘れちゃったけど、そこでワンリキーをゲットして、あ、スリープと交換だっけ。あれスリープって、あ、ここで出てくるか、この辺の草むらで。ただちょっとボールがねえんだよな。ボールがちょっと少ないから。筋肉メス。あ、筋肉メス欲しいね。あれメス固定なんだっけ。あれ、あ、ブルーだ。ナッツ。ブルーって最近ポケモンで出てきてる。火炎車ちょっと使ってみたいんだよ。あ、火炎車夏。この技のモーション、金銀時もこんな感じだったよな。
小金百貨店か。メリープ。なんかどっかの家かと思ってた。小金百貨店にいんのか。ああ惜しい。なんでそうなるの。一回も交換してもらったことないわ。え、お母さんから電話が来てる。もしもし、トチ元気？良さそうな道具買っちゃった。モンスターボール10個とかだったら許す。僕クラスで一番ポケモン強いんだよ。本当か？確かに子供にしてはなかなかレベルの高いのを持っているな。ディグダだ。え、ディグダ？この世猿の子供使ってるやん。あれ、海ディグナの親戚使ってるやん。海のディグオの親戚やん、これ。ね、そろそろさ、進化するんじゃね？こいつ。しないかな？なんだか。君が僕のクラスに転校してきたら僕はクラス2番目になっちゃうじゃないか。よしよし、経験値を貯めて。お、ことね、おじいちゃん。お仕事お疲れ様。おじいちゃんからもらったポケモンとっても元気にしてるよ。おじいちゃんも元気そうね。え、琴音の家ポケモン育て屋なの？おじいちゃんち。あ、トチくん。紹介するわ、トレーナーのトチくん。ポケモンを育てるのがなかなか上手みたい。おじいちゃんには負けるけどね。ついてきて。ポポコっていつやっけなぁ。ね、レベル何ぐらいだろう。ばあちゃん、友達のトチくんを紹介するわね。ほうほう、孫がボーイフレンド。いやー、なるほどなるほど。え、おば、何変なこと言ってんの。そんなんじゃなくて、この人はご近所の。わかっとるわかっとる、琴音が連れてきたのだから腕は確かじゃろう。なあトチくん、またいつでも遊びにおいで。じゃあ私はこれで。あ、すっかり忘れちゃってたよ。はい、これ私のポケギアの番号。あざすあざす。つや歩いてるポケモンに話しかけたりしてる？道とか街とかでいろんな仕草をするのよ。私、ポケモンの仕草を観察してメモしてるから、電話してくれれば教えるよ。おばあちゃん、ポケモントレーナー同士だから電話を登録するんだからね。余計なこと言わないでよ。かわいいじゃねえか。頭突き、ウニ丼預けちゃおうかな。あ、でも頭突き持ってるから。まだまだ連れて行きます。お、そうじゃ、わしとおばあさんの電話番号を教えてあげるかの。そうすればあんたから預かったポケモンの様子を教えてあげられるんじゃろう。とじゃ、ポケギアに育てやじいさんを登録した。あ、ルフィ預けとくか。ルフィ預けとこう。で、いざという時に引き取って無双する。こいつで前のサスケみたいに最後のアレビになるか的な。確かにその前にさ、あのゲームオーバーになってリセットになるかもね。
そうなったら最悪だな。警察官これガーディーだっけ使ってくんの。なんかそんなような記憶がある。なんだ君は、何してるのかね。これってさ、歩いた歩数が、歩数でレベルの上がりが決まるんだっけ。じゃあめちゃくちゃ歩き回ろう。どうしよう。電光石火、威嚇されてんだよな。火炎車どんぐらい効くかな。歩数だよね。めちゃくちゃ歩き回ってルフィをレベル上げよう。ちなみに関東もやるから、関東クリアしてからだな。レッド倒したら見に行こうレッド倒したら見に行こうぜ。それまでゲームオーバーにならないように気をつけなきゃ。忘れてそう。なんかちょっとレポート書いとこう今のうちに。2025年くらいかな2年かかるこれクリアするのに。もう次のポケモンの情報出そう。ポケモン育てんの自信あるよ。ちょっと勝負しようよ。やべえ、こいつもしかしたらめっちゃ強いんじゃね。キャンプボーイの陽一、やべえ、コダック水鉄砲覚えてるよなこいつ。待って、綿菓子でいけるか。普通に危ない。ちょっと HP が減ってるけど。尻尾振ってきた。10世代か。そっか、ポケモンってもう次10世代なんだ。早いね。早くはないか。27年ぐらい経ってるから。松潤レベル21位。育てが足りてないのか。あ、ポケセンに来て。この辺めっちゃみんな電話番号聞いてくるやん。さすが都会っ子だ。コミュ力高。お、来た、スリープ。レベル10。待って、エスパーは、あ、エスパー使えんじゃん。火炎車を読み取った。エスパー使えるから、普通に自分で育てるのもありだな。え？やべえ、念力怖い。うわー、マジか。ちょっと削った方がいいかな。電光石火とかで。電光石火なら。うわー、うわー、つえー。ちょっと待って。あ、スピードボール、クイックボールじゃないか。スピードボールは素早さが高いポケモンか。モンボで普通に捕まんないかな。しゃあ、もう一体欲しい。交換用と自分育て用。さあ、スリープのニックネーム。スリープのニックネームは今決めました。ユリ・ゲラです。スリープのニックネームはユリ・ゲラです。差し押さえって何？俺初めて見たかも。ポケモンの技の差し押さえ。念力集中、ピキピキ、ドカンやめろやった、着いた。コガネシティに着いたぞ。あの人催眠する人じゃないでしょ
確かにあの人はあれか、超能力か。ただのここでじゃあルーレットを回したいんだが、ルーレットよし来た。あ、ドーマスがなくなるんだ。名前の通り差し押さえなんだね。では小金シティ到着記念でルーレットを回します。ね、頼むから格闘、まあ別に格闘封印されてもいいんだけど、炎はちょっとまずいね。炎、電気、草は今のところまずい。育ってるから。来い。危ない、危ない、危ない。またノーマル。鋼か。鋼は封印されてるから使え、特に変化なしと。いうわけですね。はい。ちょっとさ、忘れないうちに、ポケセンで、回復して、何があってもいいように。なんかもう、ここまで来るとさ、割と安定して、安定してなんかプレイできそうな感じがする。茜のミルタンクを撃破すればの話だけど。あと、ちょっとボール買ってさ、スリープもう一体捕まえとこうぜ。自分使い用と。自分使い用はまあユリゲラーでいいか。ユリゲラーでいいか。松葉も怖いぞ。松葉って何使ってくるっけ？ゴースト。松葉ってなんだっけ？あのお兄ちゃんだっけ？気前の良さそうな。あ、小金ゲームコーナーあるじゃん。ちょっと、寄ってかない？コインケースって誰からもらうんだっけ？あ、そっか、地下通路にあんだ。懐かしい。誘惑。性格とか見て決めたら、あ、確かにそうだね。地下通路にあんの懐かしい。冷凍ビームの技マシンがあるのね。地下道ってここだっけ？まあ、この子がね、あ、違う。まさきの家じゃん。ここでミニ竜取れるけど使われへんのよな。そっか、ドラゴンが封印されてるから。あ、このマリルはもしや。あ、トチ君いいとこに来たわ。あ、スリープの分サイコロ振ってねえや。今振ろう。今日めっちゃサイコロ忘れんだけど。振ります。ストックはできないとか言いつつねえ、しごろ出たんだが。しごろ出たんだが、ぬるゲーになっちゃう、このままじゃ。まあルールだからな。ルールだからしゃあない。え、ちょっと待って、1234567、今7個封印されてるからほぼ使えるじゃねえか。てかフェアリータイプは、あ、フェアリータイプね、あのハートゴールドいないんですよ。うん、だからあの、そう、この時代いないのよ。だからこのね、あの右下にある表も、もともとフェアリーあったんだけど、白く塗りつぶしたというね。じゃあ、しごろ出ちゃったんで、あ、でもさ、スリープ捕まえたのって、だいぶ前だから、これ、無効にする？俺も忘れてたしさ。これ、無効にするか。このしごろ、無効で、いきましょう。じゃあちょっと待って、ルーレットは、ルーレットじゃねえや、サイコロ。農家班長やん。くしくも班長と同じことをしてしまった。農家。こ
この地下通路の奥にドレスアップ屋さんというのがあってね、そこでは自分のポケモンをアクセサリーで飾り付けて記念の写真を飾っておくことができるので、これがアクセサリーで欲しいでしょ、分かってるって、私からのプレゼント、アクセサリー入れよりコインケースが欲しいんだが。これ地下通路ってトレーナーいたっけ、いないよな確か。いるんかい、いたっけ。ポケモンを使ってイカサマしようとしたらバレてゲームコーナーから追い出された。ここにも地下労働編にできそうなやつがいるな。ベトベタ、やっぱり松潤のレベルだけが上がっていく。そうだな、ポケモン捕まえたら振るの忘れないようにしなきゃな。いつも忘れちゃうんだよな。ベトベタに何ができる。お前に何ができるんや。多分あれだな、いやこいつもトレーナーか、めんどくせえ。散髪したてのポケモンちゃん、その強さを見せてやれ。ベロリンガレベル12か。コイルとかビリー玉の育成できそうだけど。確かにベトベターをどうやったんだ、溶けるで中に入ってなんか操作したのか、機械の中に入って、そんな物理的な。おい、おし、マリルリはいるはず、確か。うん。あれ、いたよね、マリルリ。ルリリがいないのか。あ、ルリリはいる？ルリリいたっけ？あれ、確かもっと後だったような記憶があったけど、ハートゴールドの時点ではいるのか。いらっしゃい、うちはポケモン美容室。腕の確かな僕、散髪兄弟、兄が。500円のあなたのポケモンをきれいにしてあげますよ。夏気度が上がるだけか。漢方屋。漢方って何がある？万能粉。万能粉ってもうこの時からあったんだ。復活草。あ、これいいな。でもまあいいや。水炭の頃のマリルリ。つかフェアリーいないからね。ルリリは3世代からやから、ストーリー中は、あ、そっかそっか、なるほど。一応これ2世代の金銀の頃のあれしか出ないから、クリア後になるのか。よし、コインケースもらったから。夏季気にしないなら力の根っこ強いよな。力の根っこ万能粉とかいろいろありましたが、ハートゴールドの時ってさ、ここのゲームコーナーって何ができる？ 50 枚1000円は高えよ。コインくれるやついなかったかな。一応スロットなんだっけ、ここ出やすいような気がする。スロットについてマニアックで長い話を聞きたいかい。コインくれるやつはいないか。買うしかねえ。落ちてもいなさそうだ。パチンコ打ってる主婦がリアルで嫌やわ。確かに。あれ待って、やべえ、間違えて2回買っちゃった。あ、ハートゴールドってこんなリアルなやつだったっけ。え、しかもベッドスタート。
あれ、こんなリアルなやつだったっけ。しかもベッドもスタートも全部 A じゃないっていうのがさ、若干リアルっていう。バトルボーナス、バトルボーナス、ギーッ。最近あの初代の北斗が、うわ、ちょっと待って、あー、初代の北斗がさリメイクされたから盛り上がってんだよな、スロット業界。ちょっとあと3ゲームぐらいやったら終わりにするか。この時代誰もくれへんのか。あれ、待って、なんか演出がフリーズしてる。何今の。え、ちょっと待って、激アツや今の。めちゃくちゃ滑ってんだけど、これ7揃うんじゃね、そろそろ。なんか揃いそうな雰囲気あるぞ。あ、ダメか。リプレイ。なんか揃いそうな雰囲気がある。リアルなんよな、なんか2009年頃のパチスロっぽい感じはあるんだよな。え、ちょっと待って、あ、ダメか。これ目押しやったら止まんのかな。ごめん、ちょっとスロットに熱くなってるけど。滑るんだよな。左を見たバットとリンが。ピカチュウは揃うけどね。ピカチュウ15枚か。ちょっと待って、これ永遠にやっちまうわ。永遠にやっちゃうからやめよう。目押しできるんだ。やっぱテンパイしたら目押しする、した方がいいのか。ちょっとこれはまた後日。また後日です。ポケモン、ポケセン行ったっけ俺。ポケセン行ってない。いや、行ったけど、さっきのバトルでやられたのか。じゃあちょっとスリープをもう一体ゲットして今日は終わりにするか。モンスターボールがないんだよな。ここ小金デパートしかないんだよね確か。デパートここ、ここだ。道具売りはどこだろうか。この隣か。あー、スーパーボールでもいいか。スーパーボール3個ぐらい持っとこう。モンボも何気に3個ぐらい買っとこう。あ、そうだ、チャリももらえるんだ。てかハイパーボールもう売ってるんだ、早っ。もうチャリどうやってもらうか忘れちゃったな。ゼニガメジョーロももらえんじゃね。この街もらえるものが多すぎる。ちょっとスリープだけ捕まえて。早速出てきた。初手電光石火でちょっと削っとくか。いいね。モンボでいけるか。え、ちょっと待って、パートから見える右の建物でチャリ、ゼニガメジョールはジム後。だからさ、チャリもらえるところ結構右の入り組んだところにあったよね。ゼニガメジョールはなんか花屋さんみたいなところでもらった記憶がある。花屋さんだったかどうか忘れたけど、そんなような感じのところで。
金銀の記憶。よし、これでワンリキーと交換して、交換したといってもレベル10が手に入るんだよな。まあ、交換用だからいいやん。ウソッキー使えるやん。ウソッキーって岩単体だっけ。岩単タイプか。ちょっと今のバトルでポケモンたちが傷ついたんで、ちょっと待って、ジムはすぐ行けるのか。ジムはどこだ。ここか。あ、人がいる。このジムリーダー、ジムのリーダー、あかねちゃんって言うんだけど、ラジオカード欲しいって言いながらピューって出てきた。なるほどね。あ、ここだ。こんなジムから近かったっけ、この花屋さん。あ、そうだ。性格。と言っても、ちょっと待って。ポケセンの、今持ってるユリゲラが、ガンバリア、特性予知夢、ガンバリア予知夢。なんかガンバリアって特殊なさそうだな。無補正。ポケモンを連れていく。様子を見る。あ、不眠だ。こっちの方が使えるのか。じゃあ、ちょっと待って、こいつ性格は寂しがり。寂しがりって何。寂しがりってなんだ。寂しがり。寂しがりは下がる能力、防御、上がる攻撃。A 上 B 下。なんかどっちもどっちだな、性格に関しては。え、でもさ、特性はこっちの方がいいなら、こいつを俺のあれにしよう。ニックネームつけ忘れたけど、ちょっと待って、連れていくじゃなくて、セイリンしよう。ポケモン移動。チョギプリと交換するか。で、こいつを交換に出すと。ワンリキーだけゲットしとくか。こいつは？ワンリキーだけ間違い、忘れずに交換して。小金デパートのどこにいるんだ。自転車屋今あったね。右に。上の階じゃないのか。ちょっと調べよう。ハートゴールド、ワンリキー。交換スリープ、ワンリキー。5階か。5階にいるらしいぞ。5階。技マシンコーナー。技マシンコーナーにいるこのおじさんかな。ちげえ。オスガキじゃなかった。あれ、どこにいるの。あ、こいつ、このデブ。僕ポケモン集めてるんだ。君はスリープ持ってる？僕のワンリキーと交換しようよ。ちょっと待って、俺のユリゲラあげるからさ。ユリゲラを直樹へ送ります。バイバイユリゲラ。ち
かワンリキって野生で出てこなかったっけ。出てこないか。普通に出てくるよね、ここまでで。こいつと交換する意味はあったのか。デブおじやった。ガキじゃなかった。出るけどちょっと遅い。なるほど、時間帯的なもんか。筋肉送られてきた。筋肉を可愛がってあげてね。おい俺の筋肉、やった、スイープが手に入った、サンキュー。よし、サイコロタイムといきましょうか。よいしょ。ではいきます。あぶね、またしごろが出たかと思った。しごみ、その辺の草むらにおるのに。それは言わないお約束よ。え、ワンリキってさ、あの小金のスタイルで出んだよね、多分ね。違うのかな。ハートゴールド、ワンリキ、南蛮道路だ。あれ意外と出ないのか。すり鉢山、断崖の洞窟、岩山トンネル、サファリゾーンか。あ、遅いって時間的なものじゃなくて、すり鉢山、もっと後の方だったのか。そういう遅いか。よいしょ。あれ、ちょっと待って、1階に行きたい。俺は1階に行って今日は終わりにしますか。あ、その前にちょっとワンリキーのステータスに、ワンリキーのステータスをちょっと見よう。何を覚えてるか。あ、手に入るタイミングね。なんかさ、コガネシティの下で出たような、俺記憶が、過去の記憶があったんだけど、気のせいだったのか、あれは。記憶違いだったのか。一回レポート書いて、ニックネームオモヤジはまだだっけな。生命判断士はスリープだけ名前がついてないんだよな。レベル10、ケタグリにらみつける気合いだめ、空手チョップ、根性、寂しがり、寂しがりはなんだっけ、性格。ノーガードにしとけよ直樹。寂しがりポケモン、スカバエのやつだけど、これでいいかな。寂しがりと、あ、攻撃アップ、防御ダウンか。A 上がり、 B 下がりね。よし、じゃあちょっと念のためもう一回レポート書いて、今日はこんな感じで終わりにしますかね。いや、次回多分ラジオ島に行ってから何かしらがあって、アカネと戦うんだね、おそらく。っていうので、次回はそれをやっていきたいと思います。はい、というわけで、じゃあ今日はこんな感じで終わりにします。めっちゃ進んだね。そうだね。今日ちょっと4時間ぐらい、3時間か。3時間ぐらいやってるかな。はい。というわけで、じゃあ、見ていただいた方々、ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。ちょっと明日は多分できないんで、また来週になるかと思います。あ、おつした。ありがとうございます。はい。では、皆さん、おやすみなさい。